で、本当のことだから、俺は本当にもらってるから、ね、それが証拠なんですよ。で、一連のやつを今家に帰るから、家に帰って、ここだとちょっともう一個の携帯にあのメールを送って、その会話とかを、の流れとかを説明できないから、まあ、とにかく1枚のそのサムネに、今日今サムネにしたのが証拠です。大々ちゃんさんから俺に向かってお金が振り込まれてるでしょ。俺が立て替えさせて申し訳ありませんって言って、で、あのちゃんと社長の大悟くんからもオシマンズにあの連絡も言ってあのしてもらってるし、ね、その大悟くんっていうプロサーファーの大島のね、その先輩の井川くんとかその後輩のその大々ちゃんさんが口を聞いてくれてスポンサーにしてくれたんですよ。で、サーフィン業界も盛り上がってないから第5儲かってないんじゃないかみたいな感じで、岩間さんとその大々ちゃんさんがお金出してくれてるんですよね。労力をかけてやってくれてんのね。で、その大々ちゃんさんとね、岩間さんの先輩が IOC のオリンピックをのスケートパークを作った、ね、サトルさんっていう人と小山さんっていう人 で実は小山さんっていう人は俺の遠い親戚だったっていう ね、なんかそのいろいろあって、小山さん、その IOC のオリンピックのスケートパークを作ってるサトルさんと小山さんの小山さんの方は俺の遠縁の親戚に当たるんだけど、なんか結構なんか理由があったらしいんですよ。なんか俺は一回も会ったことないんだよね。親戚のお兄ちゃんみたいな感じなんだよね。で、なんかそういう風に思ってたんですよねとか言って、大々ちゃんさんは言って